新しい戦いが始まります。モハメド・ヨネド派手なコスチュームで今日も入ってまいりました。さあ第2試合はタッグマッチであります。反選手会同盟斉藤井上組が米忠相組と対戦であります。さて丸藤選手、はい、この反選手会同盟に米忠相というチームも非常に興味深いですよね。そうですね、もともとこのノアというものにはあの選手会というものがありまして、はい、それに対しての反選手会ということなんですけども、そこを何をもって反選手会というふうに、見せていくのかというのも気になりますし、はい、あとやはり米選手がですね、あのパートナーが、いなくなった中で、今後どういう動きをしていくのかなと、まあ、見た感じではね、この忠相非常に入場の時は合ってましたけどね。はい、そうですよね、はい、この忠相はこの中で一人ジュニアヘビー級の選手であります。原田率いるラーテルズのメンバーです。さあご覧のように髪の美しさが10ということになっていますけれどもね。素晴らしいですね。なるほど、はい、さあこのヨネとタッグを組むというのは非常に珍しいんですが、もしかしたらこの2人相性がいいかも分かりません。対するは井上正雄であります。井上正雄はベテランです。非常にしたたかな選手であります。井上正雄キャリアは29年あります。脱力ファイト10ですけれども、丸内さん、これちょっと解説していただきたいですけど、はい、そうですね、はい、まあ、常に脱力してます。そうですね、はい、まあ、いい意味でですね、まあ、でも、はい、その、なんていうのかな、いいゆるさというのがですね、はい、大好きな、ファンの方たちがたくさんいてですね、はい、まあ、いわゆるマサオワールドというふうに呼ばれていますけれども、そうですね、まあ、やられながらもその自分を見せていくというね、はい、ところですが、おっとここは忠相が得意なパフォーマンスを展開します。テンションも10なんじゃないですかね。テンション今忠相は10ですね、はい、10以上あるかもしれないですね。まあラーテルズのムードメーカー、この後ラーテルズジュニアが出てまいりますけれども、その中ではムードメーカーの忠相です。さあ米が入りました。米は髪の体勢で10ということで、まあ、このアフロヘア、はい、毎回見事なアフロが入れております。髪の体積10ですね、はい、でも最近あの毛が細くなってきたって少し自分で言ってましたけどね。いや、あんまり変わらないように見えますけどね、はい、まあでもこの米さんとね、はい、試合前会うとあのちゃんとこの膨らましてるんですよね、髪の毛をね。そうですね、でね、それもやはり米さんのプロ魂というかですね、まあ、男のダンディズムというかね、はい、さあ米が得意のチンロックを四方に見せつけます。井上が今日も災難になっております。まあ、このやられてる時も脱力してるのが井上正雄という、ね、そうですね、ところも見ていただけたら、はい、いいと思います。井上正雄の場合は、まあ、ほぼやられてるシーンばかりっていう ね、 そうですね、感じもしないでもないですけれどもね、はい、さあ今日も井上が狙われておりますが、忠相に対してはちょっと強気に出ます。ボディへのナックル、あっと背中をかきむしっていきました。忠相やはりこのノアに新しく来た選手というのはこの井上正雄との戦いにしっかり対処できるかというのも非常に大事ですよね、はい、そうですね、自分のスタイルをこう見せつつ井上正雄をどう料理できるかっていうのも、プロレスラーとしての一つの器といいましょうか。そうですね、はい、まあ、丸藤さんなんかその辺はもうねお得意ですからね。そうですね、僕に関しては、僕が新弟子で入った頃から、道場にいたのが井上さんなんで、はい、まあ、その頃から何も変わってないです、井上さんは。おっと井上が反撃に出ました。セカンドロップからフライングショルダー、このハイハイ見てください、ハイハイ見てください。早いですね、はい、さあ斉藤につなぎました。斉藤が入ります。斉藤は今年非常にヘビー級パワーなる実力家であります。今年でキャリア30周年を迎えます。在住する名古屋で2月24日に30周年の記念試合を行います。打撃が10ということで ね、 でね、まあ、元々空手ですね、はい、まあ、本当に空手出身ということがあって非常に気持ちも強い選手。ここは対空時間の長いブレインバスターです。ブレインバスター、斉藤も気がつけば丸井さん、はい、30年選手ですよね。そうですね、まあ、そんな中でもその反選手会を歌って行動するっていう、はい、そういう部分ではもっともっと前に出ていっていただきたいなと思いますけどね。
30周年をノアのリングで迎えることに喜びを感じているというふうに斉藤は話していました。斉藤がその前デスクロークで叩きつけます。エルボーからロープへ飛んでいく。おっとマンハッタンドロップ急所を狙いました。ただスカウトフェイントを交えて DDT ナックルと見せかけて DDT で叩きつけました。ただすけこの辺りの小技も非常にただすけうまい選手です。そして赤コーナー米につなぐ。おっと井上に行くと見せかけてここは斉藤に行きます。おっと重いラリアットヘビー級の2人がぶつかり合う。おお真っ向勝負ラリアットを打ち合います。場内がどよめく。試合は5分経過。フライングリキック。もう米選手はねアフロ入れたら2メートルありますからね。そうですね、はい、実はノアで一番でかいんじゃないかっていう。はい、まあ、米はただでさえ185センチあります。おっとすかさず井上がカバーに来ました。井上がコーナーに米を追い詰めてラリアット連発します。おっとフィニッシュを予告しました。終わったことないんですけどね。ないですけどね。ミリオンダラーマスターです。これは井上の得意なパターンです。お、斉藤は気合を入れる。反選手会同盟の2人が連携していきます。あっと井上はキックを浴びてしまいました。斉藤エルボー井上がもう一度行きます。お、顔面をかきむしる。そして合体殺法です。お、井上がマルさん調子いいですね。そうですね、お本人勝つ気満々ですね。これはそうですね、はい、得意のアルゼンチンを狙います。アルゼンチンバックブリークを狙いますがサミング顔面かきむしり。おっとちょっと米のポーズに動きを止めてしまいました。その間に米がショルダータックルで倒します。あっという間に逆転されてしまいましたね。はい、先ほどとは逆の局面になってしまっています。ヨネがボディースラム。タダスケがトップロープから何を見ようか。おスワントンボム綺麗でしたね。そうですね、パワー系のタダスケですが身軽に宙を舞っていきました。ヨネの至近距離からのローキックです。斉藤がカットに入った。ちょっと丸井さん、はい、井上まずいですね。そうですね、ここからどう逆転に持っていくのか。おしぶとくここは画面をかきむしてスモールパッケージホールドで丸め込んでいきます。おっと待ってくれない、うん、ラリアットで倒された。あカウント2返しました。今ね待てっていうのがちょっと早かったです。そうですね、はい、ちょっとフライングしてしまいましたね。そうですね、その分この考える猶予を与えてしまいました。まあそこで反射的に選手が思わず待ってしまうようなそういったところを誘った井上ですが、あっと捕まえられてしまいました。豪快に担ぎ上げた米必殺の筋肉マスター。これは井上肩を上げられません。モハメド米が快勝であります。筋肉マンのねゆで卵先生公認の筋肉バスターですからね。見事でしたね、はい、これが決まったら返せないですね。はい、ヨネが代名詞ともいえる筋肉バスターで勝利をもたらしております。どうでしょうかね、今日初めてノアをご覧になる皆さんに、はい、井上正雄はどういうふうに映ったんでしょうかね。そうですね、あのいろんなプロレスがある中でこういう選手もいるよっていうのが、分かっていただけたら、はい、もうノアの会場に来れば漏れなくこの正雄ワールドがね、はい、見られますからね。そうです、はい、